朝鮮半島の歴史を塗り替えた衝撃の石碑、それが皇太王碑です。1970年代に発見されたこの石碑は、高さ 6.39 メートル、幅 1.37 メートルの巨大な花崗岩で作られています。碑文には高句麗の航海道王の偉業が刻まれており、4世紀末から5世紀初頭にかけての東アジア情勢を知る上で貴重な一次資料となっています。特に注目すべきは朝鮮半島南部への遠征や倭の国との戦いについての記述です。この碑文の内容は従来の歴史観に一石を投じました。日本の古代史研究にも大きな影響を与え、倭の国と朝鮮半島の関係性について新たな視点をもたらしました。しかし碑文の解釈をめぐっては現在も論争が続いており、歴史学者たちの間で活発な議論が行われています。